お今入って、ツイキャスの皆さん、こんばんは、よろしくお願いします。先月マイク入ってなかったのかな、大丈夫か、え、そうなんだ入ってた、先月マイクまだ入れてないあ、先月、ちょっとちっちゃかったんだよね、初めに。はい、ではマイク上げます。リッキー、チカのレッツ深呼吸、はい、こんばんは、9月11日火曜日の6時を回りました。はい、もうなんとなくね、ちょっと秋の匂いがします。日がね、傾き加減がまあ冬に近づいてきてるなっていうね、雰囲気は出てんだけどまあなんていうの、台風も相変わらず ね発生してるけど、でも今回の22、23、はあまり影響ないみたいなんでね、よかったなと思うんですけどね。よかった、このまま行ったらもしかしたら15日あたりに当たるんじゃないかっていう感じだったから、初めは。そうそう、でまた安室ちゃんのね、あのゲストライブが、ほんとね、今まあ安室ちゃんといえば先週ね、まあ、ゲストさん、はい、服部 ももちゃん、はい、ももちゃん の仕事の話を聞こうと思ってたらアムロの話で終わっちゃったアムロの話で終わっちゃったぐらい、はい、今すごい熱が上がっててね、実は今日ね、今日アムロの奈美恵さん本人から、はい、各取材陣の方に、取材を自粛してくださいっていう、お願い事があったみたい。というのは、もう引退がもう病院段階になってるところで、まあ、沖縄でも親戚とか、あるいはもうスタッフへのしつこい取材とか、そうですよね、あと姪っ子さんまでね、待ち伏せされて、怖い思いをしたっていうことで、これはきついな、まあね、ファンならそういうのもちょっと分かってほしいな。報道陣のね、加熱するっていうのも分かるんだけど、ここまでねやっぱり安室ちゃんが直にね、直にこうお願いするっていうのもね、異例だと思うし、これで自粛されるかどうかっていうのは彼らはさ、仕事でやってるから、他がじゃあね、自粛して取材をちょっと抑えようって言ってもさ、自分たちはスクープ取るんだとかね、そんな構えだから絶対多分収まらないと思うけどね、まあ、だからこれがね大きな問題にならなければいいんだけど、せっかくのね安室ちゃんの引退をねみんなで、まあ綺麗にね何て言うの、ね、まあ、何事もなくね、見送りたいなっていうのがあるんで、まあ来週のもう放送の段階ではもう引退してるわけで、ああそっか、そうだね、16日だもんね、そう今週のもう、14、15あたりから、続々とね県外から、安室がもう沖縄に大集結するっていう、はい、まあ、いろんなところからいろんな情報が来てんだけど、まあ、もちろん飛行機のチケットもね、取れないし、宿泊もなかなか取れない状況っていうか、あと、県内の、飲み屋バーとかね、ああいったところもほぼ貸し切りされてるっていう、すごいですよね、状況がね、特に中部南部は、かなりあれだね、抑えられてね、そこで、おのおのこうパーティーをやるっていう、はい、情報も入ってますんで、まあ僕も一箇所はちょっと行って、その情報をねまた次回に報告できるかなと思うんですけど、はい、それも楽しみにしてますけど、なんて言ったって15日のね、このコンベンションセンターの展示棟での、ね、モンパチだった、とかね、モンパチと平井堅さんとかのビギンか、このライブでね安室ちゃん出るってことだから、その周辺にもかなりの人が集まるっていう、そうでしょうね、もう声だけでもと生声だけでも聞かせと、これ警備体制大変だと思うんだよね、本当に、もうどうなるかな15日、ね、まあ、なちょっとなんていうかな、野獣馬根性で、
っていうか、まあまあ、ラジオやってるパーソナリティとしてね、はい、ちょっと取材的な意味合いも込めて、はい、ちょっと見に行こうかなと思うんですけどね、近くまで。いいですね、面白そう。近くまで、うん、行ってみようかなと思うんですけど、はい、まあ、大坂なおみちゃんの件はゲストさん来てからね、はい、ちょっと話しようかなと思うんですけど、うん、いくつか、ご案内がありまして、はい、まあ、僕もあの宜野湾市の、観光協会の理事もやってますので、宜野湾市観光協会に大きな動きがありまして、うんうん、まあ、これ前々からね、いろいろ検討されてたんですけど、電動自転車の貸し出しサービスを始めることになりました。まあ、10月にあの試験的に開始してから11月からあの運用本格化を目指してるんですけどね、うんうんうん、まあ、宜野湾市が、まあ、いくら、ね、観光客がもうすぐ、ね、1000万人、なるところで、ただ宜野湾市にはあまりね、うん、あの観光客が、来なかったっていうかね、あまり何て言うかな、経済的にもそんな効果がなかったところを、うんうん、まあ、通貨型っていうふうに宜野湾市言われてたんだけどね、まあ、そういうイメージは確かにね、今まではね、うん、観光客の着地型にして、うん、やろうということでこの、うんうんうん、観光 PR を、ね、考えて、その自転車、電動自転車の、ね、貸し出し導入をもうやるというふうに決定しました。まあ、料金的には1日2160円か、もしくは30分216円ということでね、うんうん、貸し出しするそうです。まあ、電動付き自転車なんで、エリア的にはね、ここからサイクリング気分で、まあ、茶谷方面にね、うんうんうん、西海岸、行ってもいいし、うんうん、あるいは、まあ、電動なんで、この伊佐の、ね、交差点の坂とかも、急なの坂も登って、普天間神宮とかね、うんうんうん、いろんなとこ、ま、いいですね、回れると思うんで、うんうんうん、ぜひ宜野湾市の、ね、観光発展に、うん、つながるといいなということを、ね、考えてます、うん、ね、でも宜野湾のこの58号線沿い、うん、いろんなお店がね、なんか面白そうなお店とかもたくさんあるから、そうそう、うん、こんな感じで自転車とかで回れたら入りやすいし、うん、ね、いいと思う。車だとね、ちょっと駐車を気にしたりするけど、うん、そうそうそう、自転車だったらね、うん、ゆっくりこう面白い家具屋さんとか、そう、ずっと気になってる ね、ところとかもあるんだけど、ハンモック屋さんとかね、手作りの、うん、アメリカン家具、あと雑貨屋とかね、はいはいはい、すごくあ、いいと思う。楽しそうな店いっぱいあるからね、見やすいし、うん、本当にもう 1,2 時間 2,3 時間でもね、十分時間楽しめるようなエリアになってるんで、ね、うんうんうん、この辺はまあ期待できるかもしれないですね、うん、いいですね、はい、はい、ということで、あともう一点ですね、うちの、まあ、スポンサーでもあります、うん、ビアガーデン B サイドの、はい、姉妹店のモンタナの方でですね、うん、イベントが、うん、明日なんですよね、はい、明日あるんですけど、明日水曜日ですか。そうそうそう、うん、明日ですね、ビアガーデン B サイド系列のバーモンタナさんで、明日の水曜日の、うん、19時、会場で20時開演の、ドラゴンズライブっていうことで、うん、まあ70年代、80年代の懐かしいロックとか、うんうん、フォークソングを中心に、やるそうです。まあ、ライブチャージは1500円で、うん、あと飲食は別途っていうことになってますんで、うん、こちらもね、モンタナの方に、問い合わせしてください。問い合わせ番号が 098-892-0876 098-892-0876 ですね。場所は宜野湾市普天間に、ありますんで、うんうん、こちら、まあ、携帯電話でも、問い合わせ先書いてますんで、090-3329-4221 090-3329-4221 金城さんまでってことで、まあ、
モンタナさんはね時々こういった音楽ライブとか、うんうんうん、あとお笑いライブとか ねなんかイベントを結構やってますよね、うん、楽しいイベントをね結構やってますんで、うん、場所も穴場的なねところで、そうそう、もう本当に重厚な感じの、バーで、うんうんうん、非常に落ち着いた感じで楽しめるね、バーになってますんで、はい、ぜひ問い合わせしてみてください、それではね、今日もねレッツ深呼吸いきたいと思いますんで、お時間またね、1時間、お付き合いください、うん、FM ギノワンレッツ深呼吸、この番組は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、ブライダルリングのムクベル、トータルビューティーサロン M グレイス、地域に愛され10年、水回りのことなら沖宮設備、癒しのオルゴール専門店沖縄オゴールド、沖縄一の夜景ビュービアガーデンビーチサイドの提供でお送りいたします。 CM 行っていいですか。あ、曲ツイキャスさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コインありがとうございます。視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。この前も黄金の5カ条話したよな、桐山翔さんと一緒に。ああ、ね、はい、サクッとですね、うん、サクッと、サクッと、どうすんの、どうすんの、あ、どう心配です、今あ、高中、はい、高中魔法師、わかんないです。そうですよ。アロールのメルミンっていう。あ、そうですね。はい、じゃあ撮ります。はい、あ、はいはい、はいはい、チーズ。はい、OK です。あ、開きますね。どうしても大丈夫かな、今日。皆さん、撮っていいですか。かわいい。何を、何のトークで頭の2曲がいきますか。マッシュルザル。ああ、大丈夫ですよ。わかりました。いっぱい話し合います。リキが引き出してくれる。ああ、はい、大丈夫です。いろいろ統一地方選挙の話。はい、政治は分からんな、俺全然。いやいや、冗談ですよ。これはまあサクッとだけです。とりあえず終わって。リキ新報の灰は。ああ。いや、新報タイプ取ってないんで、だから大変なんだよ、咲くのが公園より大変。あ、そうですか。うん、公園はもう適当にその場で喋ればいいんだけど、はい、作文はプロのこの編集者が、はい、記者さんがいるでしょ、はい、新聞会社に、うん、こっちはどういうことですかと、これはこういう仕事を実現するわけだ。おやおなが、これマジでこれなんだけど。いちいち聞かれるんですね。そうそうそう、この言葉を変えるって。漢字は、この漢字ですよね。分からないとお願いだから。お願いだから。それ、言えないタイプ。僕だったら言うんですよ。勝手に直しといてくれますかって。いける。これはもうじゃあ今これ曲が開けたらもうすぐ入る感じ。曲が終わったら CM 行って入る。そうです。どうですか、忙しいですか。じゃあどうなのかな。忙しい、あいつらしい、うん、忙しそうですけどね。県外行ったり、どう行ったり、うん、してみたいですけど。してるね。もう2学期も始まったから、こうはもうって忙しくなって。あ、予定、毎月第2火曜日はこれ入れておいて、うん、そこにもし何か入った場合は、早めに連絡をもらえれば、ああ、そうだね、ゲストさん探したりしますけど、基本的には入れないでください。うん、基本的には。うん、もし火曜日が、なんか休養がなくて、水曜日ぐらいにやればいいですから。できない、できない、できない。あ、できない。できるんですよ、生放送。火曜日、水曜日ずらしとか。あ、これ
疲れたら8時からやるとか、あれですね。めっちゃ自由。もう絶対予定入れないでください。基本は受けないでください。よっぽど危篤状態で救急車に運ばれない限り、はい、分かった。来てください。これはいつまで続くのかな。あ、これは話でもない。ですよ。いっぱいあるじゃないですか。だって哲平くんの活躍もこれまだあるし、リクさんが引き出してくれるんで、これは大丈夫ですよ。いろいろアダム徳永も一緒にやりながら。マジですか。じゃあまた奥さん怒られるんじゃないですか。あ、よく知ってるね、うん、エロトークはちょっと奥さん怒られますわ。あ、でも奥さんめっちゃ綺麗ですね。最近ちょっと出会ったんですよ、朝。あ、そうだったね。そうそうそう。なんで朝また、朝ちょっと弟迎えに行って、弟が待ってるってことでいなかったから、うん、弟待ってたんですよ、うん、そしたらたまたまパーって入ってきて、羽秀だったの、うん、そしたら隣に奥さん乗ってきて、めっちゃ綺麗ですね、うん、奥さんね。いや、3日で飽きるよ。いや、失礼しました、はい、失礼しました。これ大丈夫ですか、見てないですか。大丈夫ですか。残ってますから、はい、音声入ってます。あ、そうだな。はい、あ、すごい。お若いですよね。いや、俺よりは、4つ年下、50歳ぐらい。結構若いなと思って、綺麗、綺麗な奥さんで。いやでもね、スポーツも盛り上がってきてるし、うん、はい、ちょっとね、いい感じ。今から CM 開けます。はい、はい、マイク上げます。はい、どうも、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いします。毎月第2火曜日の、ゲストのてるてるさんです。ようこそ、はい。よろしくお願いします。メソレ。どこ見ればいいのかな。まあ、あっちでもないし。カメラでも。はい、よろしくお願いします。まあ、てるてるさんといえば、本当にね、はい、まあ、初めて見る方、聞かれる方もいらっしゃると思うんで、はい、まあ、毎回ね、改めて簡単に紹介してますけど、まあ、講演活動でね、本当にもう忙しくされてて、それなぜかっていうと、自分のお子さん男の子4人をですね、甲子園球児に育てたっていうことで、そういった育児法とかですね、黄金の五箇条っていうことで、今公演で忙しいんですけど、はい、まあ、スポーツにつながるっていうことで、はい、このまあ、いつもね、スポーツはこの精神面とか、はい、日頃の行いが、そういった結果につながるっていうことをね、よくおっしゃってますけど、はい、なんと、ね、大坂なおみさんがね、はいはい、四大大会の一つを取ったっていうことで、これすごいニュースになったじゃないですか。そうですね、やっぱりてるてるさんもあれを見て、はい、聞いて、どう思われました。大坂なおみ選手っていうか、なおみすごいなと思って、ね、もうフレンドリーだからね。なおみ、なおみすごいなと思ってね。二十歳ですよね。はい、僕もたまたまいろいろね、ワイドショー、まあ、見たりとかねして、この子すごいなって思ったのがいくつかあって、はい、まあ、今回念願の、まあ、全米オープン優勝したんですけど、うん、なんていうの、まあ、相手のセリーナ・ウィリアムズ、はい、選手、世界チャンピオンでね、はい、何度も四大大会制覇して、まあ、ご兄弟で生涯獲得が90何億円ぐらい稼いでる。90何億、兄弟でですね、姉妹で展示されてるみたいですけど、ね、もう考えられない。まあ、今回ね、大坂なおみ選手は大阪選手は今回の優勝で4億円、4億円、4億、ちょっと4億円以上ちょっとあったみたいで。そうなんだ、すごいよね、うん、この4大大会テニスってね、やばいね。だから錦織圭、
選手もね、どのぐらい取ってるかなって本当に想像つきますよね。そうですね。この大阪の海選手がやっぱり今回すごい成長したっていうところは、うん、まあ、もちろんコーチの、何さんでしたっけね、コーチのドイツ出身の、うん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 、あの方が去年の12月に笠原さんだった。そうです。もうさっきからちょいちょい可愛いんですよ。ドイツ選手ですよ。サーシャさん。ナオミのコーチですよね。ナオミのコーチ、サーシャ、サーシャバインさん、33歳のドイツ出身のね、はい、去年の12月からのコーチについて、うん、もうすごい結果出してるんですけど、すごいメンタルなところも、うん、強くなったみたいですよね。それまではね、ナオミは、うん、まあ、今回ねセリーナ選手が、うん、ミスしてからラケットバンって叩きつけたりしたじゃない、暴言、うんうん、暴言吐いたり、はい、いろいろで、そういう選手だったらしいんだよ、ナオミ、うん、ナオミも。あ、そうなんだ、うん、へえ、うん、それを抑えて、だから、うん、ある番組でなんかラケットを叩きつけそうになったところをバッて止めたシーンとか、うん、いくつかこう、うんうんうん、ストップしてるところがあったんだよね。うん、で、あの辺がだから成長した部分っていうか、うん、なんだよねとか言ってたんだよね。うんうん、確かに今回は本人ももう我慢我慢我慢してっていう、うん、だから二十歳でね、そういうこう精神面もね、そこまで成長するってやっぱすごいなって。すごいですね。思いましたね。うん、お母さんから嫌気されてるみたいですよ。そうですよね。本当に。ねえ、これ本当に大快挙ですよね。うん、だからまあナオミもね、はい、ナオミ選手も二つ上のお姉さんがいるのかな。ああ、うん、お姉さんもまあテニス一緒にやってて、うん、まあそのナオミ選手のねお父さんが何ていうかな、ハイチ出身のレオナルドさんかな、お父さんが、うん、その、ね、今聞こうと、ハイチって何ですか、どこ、ハイチ名古屋より遠いってこと今日も飛ばしてますね、ぶっ飛んだ話だってハイチってね、どこの国か分かんないけど、うんうん、そうそう、外国、うん、そこの出身のレオナルドさんね、お父さんがセリーナ姉妹を見て同じように育てようっていう形でナオミ姉妹もね育てたらしいんだよね。でその結果もうこうやってね、勝って、うんうんうん、すごい快挙だなっていう、うん、でだけど表彰式の時見た？見た。ブーイングとかさ、うん、それに対するこのナオミのコメントで、うんうんうん、そのブーイングが大逆転して、あ、わかる、ね、あれもね、ちょっと鳥肌だったな、うん、ね、うん、涙うるるだよね、うん、あそこにすごい性格が出てたんじゃない、うん、何回もリハーサルしたんですかね、うん、してないあれはもう、その場で、うん、そうで、それで翌日とかこのいろんなねメディアで大絶賛っていうかね、うん、一気にこの、うん、ナオミファンが増えたんじゃないの、あの対応ね、本当に、いやー感動的でしたね、ですよね、性格がめちゃくちゃいいね、うん、また可愛いしね、なんか、うんうんうん、なんか片言の日本語とかも可愛いし、そうそうそう、絶対一言目にはうん、なんかーというね、なんかーって一言目には可愛い、もうすごい、だからね、これからもさらにファンがね増えると思いますね。日本にも来るんですか？なんか日本でもまた大会あったりとかするので、うんうんうん、来ますよね、うん、いやぜひ今後も ね活躍してほしいと思います。うん、他に何か大阪直美さんに対してあります？コメントとか感想とか。はい、ないようですから、はい、まあてるてるさんのね、はい、息子さんも哲平くんがねセガサミーで、そうそうそう、明日ですよね、東京代表決定戦、はい、そうです、はい、これは決勝戦みたいな、トーナメント、そうですね、とりあえずトーナメントをやって、はい、
でそれで明日あの勝てば、東京の代表になって、大阪で、行われる日本選手権っていう全国大会に出ることができるんですね。これは、実業団の全国大会って。そうです、はい。もうすでに沖縄電力はですね、ああ決まってますね、昨日、はい、九州で第一代表を勝ち取って、すごいですね、すごいことなんですよ、はい、本当に九州で1位ですか、はい、いっぱい強い、ね、企業、会社、チームある中でですね、九州電力とか、そういうとこいっぱいありますよね、はい、うん、九州電力はないんですよ、あ九州電力ないないんです、はい、沖縄電力あるけど、沖縄電力あるけど、はい、JR、九州とかですね、あ JR 九州、JR、で、ホンダとか三菱とかですね、うわー、はい、すごいビッグじゃないですか、はい、結構そういうところが固まる、ところなんですけども、そこが、そこで九州で、はい、ビッグ開発が、うん、ビッグ開発じゃないです、沖縄電力リクさん、あれしっかり大丈夫ですよ沖縄電力、ね、沖縄電力、はい、あなんかビッグ開発もなんか選ばれたっていうなんか情報を聞いたもんね、ビッグ開発もクラブチームとして今勝ち進んでるみたいですね、うん、はい、うん、そうなんですよ、あ実業団の中には入ってない、はい、ビッグ開発、そうです、向こうで優勝したら、出れるんでしたかね、そういう枠が一つあるような、お、はい、日本一になれば、出れるんでしたかね、うんうんうん、あ沖縄電力、はい、沖縄電力さんにはじゃあまあ、沖縄って高校野球強いじゃないですか、はい、沖縄の高校野球からだいぶ沖縄電力に引き抜かれて入ってるんですかね、そうですね、はい、もうあるし一旦大学まで行って、はい、でその大学を卒業して、戻ってきたりとか、はい、そういった選手もいますね、はい、沖縄でじゃあ強いところはその沖縄電力と今エナジックっていう会社もありますね、はいはい、エナジックさんね、はい、力入れてますね、はい、今、ミセス大城でしたっけ、あホテルの会社ですよ、あミスター近所、はい、あそこもミセスあそこも社会ちょっと今緊張してはい、いいと思います、はい、いいんですか、うん、この最高ですよ全然、はい、ミセスじゃなミスター近所、ミスター近所、はい、ホテルの、はい、向こうも今年からこの社会人野球チーム作って、この大会に出たんですよ、はい、うーん、はい、でも1回戦で、たまたま一番ね強豪の、JR 九州と対戦して、はいはい、今回は、負けてしまったんですけど、うーん、はい、そういう会社がありますね沖縄では、はい、じゃあ明日勝てば東京代表、あそうですね、僕の息子、はい、セガサミ、セガサミ、はい、砂川哲平くん、はい、背番号2、背番号2です、はい、ポジションどこですか、ポジションは今サードやってますね、うわ三塁手、サード、はい、かっこいいね、かっこいいですかね、かっこいいですよサード、ピッチャーがかっこいいんじゃないですか、いやいやピッチャーもかっこいいですけど、はい、やっぱりサード、ショートっていうのはね、そう守備でやっぱり上手い人が行くポジションでもあるし、はい、ありがとうございます、何番バッター、バッターは1番ですね、あ足が速いんだめちゃくちゃ、そうですね、はい、足は速い、念願の、ね、足の速い子供、はい、はい、うん、うわ楽しみですね、明日はじゃあ、はい、応援に行かなくていいですか、東京に、ですね、どうしようかと別には迷っちゃいないんですけど行く様子はないですよね、今ここに沖縄にいるってことは、はい、そうですね、うん、まあ本戦の時には大阪行こうかなって、あもう何度も行ってますから ね、 そうですね、はい、最近奥さんと行ってきたばっかしなんで、うん、はい、あ最近はじゃあ、はい、野球の応援で行ったんですか、あもう仕事でなんですけどね、あ公園で、はい、はい、大阪はいつ頃になりそうなんですか、10月です、あ、すぐじゃないですか、はい、来月、はい、へぇ、おぉ、うん、わお、じゃあ明日の試合結果によっては、はい、もう10月に大阪にまた行くと、そうですね、はい、楽しみですね、はい、明日の試合っていうのは何かで見てるんですか、中継、ネットで見れるんですよ、動画でですか、動画じゃないんですけど、あ速報みたいな感じ、そうですね、はい、そうそうそう、あじゃあもう明日もずっと
スマホ見て。はい。あできるのかな明日。え、あの予定が何かあったじゃないかなと思って。あの決勝はなんか、はい、東京ドームかなんか。あの屋内で。そうですね。はい。あはい、そうです。じゃあ変更なることはないんですね。はい。で何時からですか。ね、2時からです。2時から。はい。わかりました。じゃあ自分もちょっと時間あったら。はい。あの覗いてみたいと思います。はい、相手はどこなんですか。ちなみに相手はですね、あの鷺宮製作所っていう会社です。お、はい、あんまり聞き慣れないですね。あ、そうですか。あの結構もう、歴史のあるチームなんですけど。あ、東京では。はい、東京では、はい、有名なチームですね。なんか東京って言えばね、もっとあのなんか東京ガスとかなんか、東京ガスとか、ね、JR、ね、東日本とか、うん、NTT 東日本、そういったところも一応あるんですよ。そこを任せてきてる。はい、向こうは向こうでまた別のブロックでやってですね。うん、はい。ほう、すごいですね。結構激戦区ですので。あ、じゃあですね、今まあノンプロっていうか社会人っていうことは、はい、今年の年末のドラフトにかかるかもしれないっていうことですよね。はい、いやー、これはどうですかね。僕はちょっとわからないですね。相当運が良ければね。いやもうこういうのも縁だと思うんで、うん、はい、まあ明日勝って、はい、でまた大阪でも活躍とかしたら可能性はありますよね。はい、まあ、よろしくお願いします。いやもう僕多分頼まれても、はい、あれですけど、まあ、そういう楽しみもありますからね、はい、うん、いいですね、はい、楽しみですね。本当にこういうこと考えたら。あ、そうですね、うん、はい、ぜひ皆さんの力で、はいはい、よろしくお願いします。みんな応援しましょう。はい、はいはい、ということで、はい、一旦ね CM 挟みまして、まあ今日は本当にあの黄金の五箇条をちょっとあの前回はね、はい、あの木山商店も一緒でしたからサクッとしか話してないんですけど、うん、今日はちょっとあの20分近くありますんで、はいはい、それをやっとお話できる日が来ましたね、はい、あ、そうでしたっけ。まだ話してませんでしたか。前回ちょっと話したかなって感じはあったんですけど、ああ、まあ、多分力さんからしたらね、はい、まだまだ足りない、掘り下げたいみたいなので、ですよね、はいはい、ということでじゃあ CM の後お届けします。はい、ツイキャスの皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、30分超えてるけどコインは残ってたのかな。前の多分前のが残ってたのかな。またコインもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はどちらからね、聞いてらっしゃいますかね、ツイキャスも、あ、すごい綺麗な、本当だ、すごい夕日が、夕日が、わお、いい感じですね。あ、こっちからね、いい、うん、ね、眺めが、そうそう、はい、なんかあの反射してないですか。反射してますよ、ね、反射してます。反射してるんですか。あの頭に反射してますけど、でもすごい、すごいね、うん、綺麗ですね。ああ、わお、入ってます、入ってます、おお、バッチリ撮れてる。あ、やっぱり反射してる。輝いてるし、いや綺麗ですね。これちょっと見せたいな、眩しいな、ね、見えるかな。あのこの位置また合わせられるかどうか微妙ですけど、うん、あ、これか、どれですか、ついてる、あれ、ツイキャスは小さい方、これでしょ、はい、あ、これだ、これ、ね、これちょっと皆様に、はい、いいですよ、そのまま持って、あ、これ、はい、そのまま撮れるので、あ、見えるかな、あ、見えるけど光が強くて、強くて、あ、なんかわからんかもわからん、うん、あ、そう、うん、ただぼーっとしてるって感じ。もうちょっとあれだね、あの、じゃあ弱くなったらっていう感じで、うん、これはいい、まだぼーっとした、俺の頭が戻ってる、戻ってる、いや違う、右とか左とか言ってた、あ、でもね、もう今日は飛ばしてるからいやいやいや、まもなくしてまいります、OKOK、これぐらい、はい、まだぼーっとしてる、あ、俺の頭か、なんかはい、ということで、はい、ちょっとね、ツイキャスの皆さんに、
綺麗な夕日を ね見せようかなと思ったんですけど、まだちょっと眩しいみたいで、はい、あとでも本当に数秒ね、あっという間に沈んじゃうからね、うん、そうそう、もう今が一番いい感じ、やっぱ沖縄ってこれだよね、そう、贅沢ですよ、東シナ海に沈む綺麗な夕日、はい、うん、いいね。まああのコメントの途中で僕あのねカメラ切り替えるかもしれないんですけどね、はい、あのいよいよてるてるさんの黄金の五箇条、はい、はい、今日はちょっと時間ね、うん、ちょっとたっぷりあるんで、うん、はい、あのやもうやっと話できる日が来ましたね、はい、はい、黄金の五箇条はい、あその前に、はい、五箇条の前に何か報告とかお話ししたいことあります？いや、ないです大変じゃないですじゃあ五箇条いきますか、やっとお願いします。なんかこうね、質問したりとか、はい、そういうので、はい、はい、ちょっと素人なもんですからいや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 、じゃあ、五箇条いきますか、はい、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、第一箇条から。一箇条から、はい、そうですね、やっぱりこの五箇条を話をするときっていうのは、はい、講話とか、ね、子供たちだったり、父母を前にしたりだとか、うん、企業さんを前にしたりとかして、うんうん、話するじゃないですか、はい、でそういう時の、まあ、最初の雰囲気だったりそういったのにを感じて、このじゃあ、僕がこれからいつのことを話しますっていうことで話するんですけど、あ、じゃあ全く同じ内容で話すわけじゃないですね、じゃないんですね、はい、だからラジオで、はい、はじゃあ話してくださいって言っても、うんうん、あ、なかなか、じゃあリキが話してってもう知ってるだろ、いろいろとみたいなね、もう俺聞いとくからで、あ、こんな話し方をすればいいんだなと思ったら、ああバトン達しするみたいな感じですね、なのかなってやっぱ話をするにもリズムだったりタイミングがあるんだなっていうのを、ああ、なんか今気づきましたね。あ、そうなんですか。はい、そうですよ。あ、じゃあてるてるさんがいつもこの公演で話してるのは、はい、もう本当にあの目の前にいる、はい、全然いつも雰囲気違う中での、うん、はい、この自分としてのこのリズムっていうか流れ、はい、の話の流れで持っていくからスムーズにこう、うん、そうなんです、ね、五箇条まで行くっていう、うんうん、そうです、だからいきなり五箇条っていうと、そうですね、だからもし話をするんであれば、うん、あのこの黄金の五箇条っていうこの5つのことが、出てきた、いきさつっていうのを、うんうん、まず話したいですね。あ、じゃあ、はい、じゃあ今日はそれにしましょう。しますか、はいはいはい、いいですか、はい、いいですよ、全然も聞かせてください、はい、お願いします。僕はこの実際にこの4人の息子たちにこの5つのことを実践すればどんな夢でも叶うよってこう話をしたんですけど、今からもう約20年近く前なんだけど、はい、はい、でその時にはですね、まあこういうルックスだから、あ、なんかまるでお坊さんみたいだなとかって言う人もいるじゃないですか、なんかユタみたいだなとか、いける、だからでもそんなの一切そうなくて、はい、この、4人の息子たちに、この5つのことができるような、社会人になってほしいだとか、うん、このできるようなできるような男になってほしい、うんうん、そのことを願って僕はあの甲子園っていう夢っていうのをあの、まあ、餌にしてって言ったら失礼なんですけどね、うん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 、で子供たちの夢っていうのは甲子園に行きたいっていうのが夢だったんですよ、うん、みんな小学生の時、うん、はい、でじゃあ、その時に実際にじゃあ俺がお前たちに、甲子園に行ける方法を教えようと、うん、その代わり5つのことを教えるからそれを夢が実現するまで、うん、毎日実践しなさいと、うんうん、そしたらどんな夢でも叶えられる、うん、甲子園なんて、うん、もういつ頃だよみたいな、もう子供たちをワクワクするような言い方で、はい、あの伝えたんですね、うん、その代わり今から5つのことを教えるんだけど、うん、話を聞く前に、うん、
聞く前にですよ、はい、実践するってね、約束すれば教えてあげるって、うん、どうするかって聞いたら、うん、その時に息子たちは実践するって約束したんですよ、もう話をする前に、はい、ね、5つのことを実践するって、うん、それから5つのことをが始まってきたんですね。もうどうですか、夕日は。もう僕の頭 で、 いいで、ね、あっという間に、ね、沈んじゃいましたけど、僕の夕日で大丈夫です、はいはい、大丈夫です、はい、あ、でもその時って、はい、はい、息子さん4人集めて目の前で今のお話をしたんですか。はい、そうです。でその時、はい、長男何歳で、四男坊は何歳 の、はい、長男が6年生、うん、で次男が4年、はい、で三男が2年生、はい、でそして一番下の四男坊はまだ幼稚園生だったんです。あ、でもそれでもこう今の話は理解できるぐらいな感じ。そうです。あ、はい、でしょ、僕が話するんだから小学生でも理解できますよね。いや、あまり赤ちゃんっていうかちっちゃかったら、はい、難しいかなと思って。あ、いや、幼稚園生でも理解できる。あ、で運がいいことにすごい、ちょうどこの、8月のね、今年は100回大会だったんだけど、はい、100回の記念大会だったんですけど、8月の、甲子園の、大会がテレビで放送されてる時に、うん、たまたま夜この4人揃って、6年生、4年生、2年生、幼稚園生の息子たちが、うん、自分らも、高校生だったらこのテレビの、ね、人たちみたいに甲子園出て活躍したいと、うん、だから甲子園に行く生き方を教えてっていうことで、うん、来たんですよね、うん、でその時にいい、うん、この彼らの目がですね、うん、もう本当に真剣な目っていうかですね、うんうん、もう何でも聞くから、教えてくれみたいな、こういう見たことないような表情だったんですね、うんうんうん、でその時に普通であればですね、うん、いやこんなのってお前分かる人がいたらみんな甲子園行ってるよとかね、うんうんうん、こんなの分かるわけないだろうってね、うん、それからもう、ね、宿題やれとか、うん、普通一般的なことを言うと言いそうだったんだけど、うん、たまたまこの時にあっって思って、よし、じゃあ俺が行く方法を教えよう、その代わり5つのこと、この5つっていうのも、うん、よくテレビとか、ね、魔法使いとかが言うじゃないですか、うん、ではわしが5つのことを教えようとか、うん、3つのことを教えようとか、うんうんうん、そんなのを思い出したもんだから、うんうん、じゃあ俺が5つのことを教えるからってポッて口から出たんですよ、うん、そしたら真剣に僕こっちが話をしたら、この息子たちは実践するって言い出したんですね、うん、よし、分かった、じゃあ約束したから一つずつ教えようって言ったところがですね、はい、僕のこのハゲ頭には一つもないんですよ、うん、この五箇条のうち一つ、うん、ただ口から出はしたんだけど、うん、ない。でも、うん、彼らの目が真剣で、うん、聞く姿勢がもう すごいもんだから、うんうん、その時に一生懸命こう、うん、頭を回転させて、うん、よしと思って、思いついたのが、うん、まず一つ目なんですね、はい、こんな感じでいいですか、5つ、はい、まず一つ目は、はい、この風に言ったんです、うん、いいか、お前たちが今頭の中で想像したことを口に出しただろうと、うん、甲子園に出て活躍したい、うん、でこれがこういうのを夢って言うんですね、はい、夢、これが夢なんだよ、うん、いいか、まず一つ目は夢を決めてノート紙でもいい何にでもいいから、要するに文字に落とすっていうことです、うん、作文でもいい、ね、絵を描いてもいい、ね、イチロー選手だったり本田選手みんなこんなことしたんだよと、うん、だから、具体的に、文字に落としなさいっていうことをまず一つ目として教えたんですね、うん、要するに夢を、まあ、勇気を持って、うん、正々堂々と決めるっていうことです、うん、どんな夢でもね、うん、はい、どんな夢でも決める、まずこれが一つです。ただなったらいいなとかじゃなくて、うん、よし、もう絶対こんな風になるっていう、心から思えるようなものを紙に書く、うんうんうん、で今度2つ目です、うん、2つ目はこの夢が実現した時のかっこいい姿を
想像しなさい、うん、もう遠慮しないでいいよと、うん、もうねこんなことができたら俺はすごいな、ね、みんなこうね、手を支えて喜んでくれてる、うん、みんなもねもう笑顔で俺をこう、称賛してくれてる、うん、こういうのをもう遠慮しないでいいからもうニタニタするぐらいのかっこいい姿を想像せって言ったんですよ、うんうんうん、これが2つ目です、うん、で今度3つ目は何かっていうと、はい、いいか、どんな夢でもどんなに一人で一生懸命頑張っても叶えることはできない、うん、でも応援をしてくれる人が一人でもたくさんいたら、うん、そんな人たちがお前たちの夢を応援してくれて、うん、手伝ってくれて支えてくれて、うん、幸運を運んでくれて、うん、夢を実現させる、うん、だから素晴らしい、この支えてくれる人をいっぱい増やせ、うん、で、うん、この支えてくれる人を増やす方法も教えたんですよ、うんうんうん、これが大事なんですよね、うん、これは何をするかっていうと、あのその時に挨拶の達人になれって教えました、うん、はいはい、挨拶の達人です、うん、ね、この挨拶の達人になるためには挨拶だから、うん、相手よりいつでも先に伝わるような挨拶、おー、ね、あーいいさーつ、うん、相手よりいつでも先に伝わるような挨拶、すごいで、これもふと浮かんできたことなんですか、ふとどっかで聞いたことがあるんですよね、あーあるんですよね、はいはいはい、よくあるじゃないですか、このあーいいさーつで、ね、この僕は相手よりいつでも先に伝わるようにって今言ったんだけど、うんうんうん、いろんな学校で挨拶のあはあった時にとか、うんうん、ね、いつでもとか、いいさあ、それをちょっとアレンジして、アレンジしてっていうか、もその時にこうなんとなく浮かんだのが、相手より、まあ彼らはスポーツもしてるっていうことなので、うん、相手よりいつでも先に、うんうん、伝わるような挨拶、うん、伝わるようなっていうのは、うん、人がいっぱいいて、まあ、こういう雰囲気の場所だったら、もしかすると会釈だけでこんにちはって、うん、アイコンタクトでやる時もあるし、うん、でも運動場とか広いところだったら監督コーチにちゃんと胸を向けておはようございますってね、うん、挨拶する時と場合によって挨拶っていうのは全然違うじゃないですか、うん、はい、これが伝わるような挨拶、うん、おね、すごいな。そして先にやるためには、うん、勇気とタイミングと間も必要なんですよ、うんうんうん、いいか、確かに、勇気とタイミングと間も考える、うん、ね、先にやろうかな、どうしようかな、 あの人はちょっと知ってるんだけど、うん、なんか挨拶するの恥ずかしいなとか、うん、ドキドキするなとかってあるじゃないですか、うんうんうん、そんな時でも勇気を出して、で距離とかね、タイミングも測りながら声を出す、この間、うん、間も考えて、うん、おはようございます、こんにちはとかね、うん、そういうのができたら、うんうん、挨拶の達人になって、うん、そういう挨拶をされた人が多ければ多いほど、うん、お前たちのファンになって、うんうん、応援してくれると、うん、だから3番目としては、はい、あの挨拶の達人になれと、はい、いうことを教えたんですね、はい、でも僕はこの挨拶っていうのは、あのやっぱりこう、まあ、仕事をするにしても、うん、人として人間力をつけるにしても、うん、真剣に取り組んだらですね、うん、心に筋肉がつくんですよ、うん、彼らにも言ったんです、これもいい言葉ですよね、はい、心に筋肉がつくっていう、はい、うん、最初はドキドキするとか、うん、あのどうしようかなって思いながら、考えながら勇気を出して、実践するんだけど、これがどん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 やるに従ってタイミングとか、間を取る瞬間だとかっていうのはそんなにもう考えなくて もう肌で、ね、覚えるようになるんですよ、雰囲気で、あのぐらいの距離だ、あと、10秒ぐらいしたらこの辺まで来るだろうと、うん、であと3秒、よし今だっていう時に
こんにちはってね、かっこいい姿勢で、うん、かっこいい笑顔で、うん、優しい口調で挨拶ができるようになる、うんうん、はで、この場の雰囲気、はい、空気を読むのもいつの間にか、訓練されてるわけですよ、はい、うんうんうん、素晴らしいですね。でそうすることによって、うん、これも、野球のプレーにもつながっていく、うんうんうん、もし挨拶が今まで通り、誰かがやった後にや返すとか、うん、ドキドキするとかもうどうしようかなと思った時にもう、スルーして、ねうん、もうやらなかったりとかすると、うんうん、いつまでだっても心に筋肉がつかないじゃないですか、うんね、全然意識しないから、うんうん、でもこれを挨拶の達人を頑張ってやっていくと、うん、心に筋肉がつくっていうことは、うん、野球の大事な試合の時に、うん、例えばもうチャンあピンチ、はいはい、ピンチの時1点差ぐらいで勝ってるけど、うん、ランナーも例えば 2,3 塁ぐらいにいてこのバッターを打ちすればもう勝つっていう時に、うん、心に筋肉がついてない選手っていうのは、うん、声では口ではさこーいとかって言うんですよ、うんうん、でも心の中ではピッチャー頼む俺のところに打たすなよ、うん、俺のところ飛んできてもうエラーしたら負けるだろうとか、うんはいはい、頼む弱気になるわけですね。三振取ってくれとか、うん、内野ゴロで終わってくれとかってね、うん、例えば外野を守ってる選手だと、うん、こういう風になるんですよ、うん、でも心に筋肉がついて、うん、挨拶の達人の心に筋肉がついてる選手は、うん、もう腹から声出してもうピッチャー俺のところに出せって、ねうん、こんな人は自分がファインプレーもしくはいいプレーをして最後締めくくるところまで、うんイメージをすることができるんですよ。えらい違いですね。えらい違いですね。えらい違いですね。心に筋肉がついてる、うん、選手は、うんうん練習の成果っていうのを発揮することができるんですよ、うんうん、でチャンスになった時でも、うんうん、例えば1点差で負けてるとします、うん、でも最終回、2アウト 2,3 塁、うん、2アウト 2,3 塁ですよ、うんうん、2アウト 2,3 塁わおもしここで1本打てば大逆転でさよなら勝ちっていう場面、心に筋肉がついてない選手、はい、やばい、また俺に回ってきたまたここで俺打てんかったらもうみんなからなんて言われるかわからんって思ってるうちに、うん、バーンってね、うん、見逃し三振するんですよ、はい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 、ああ手が出なかったって、うん、でも挨拶の達人はどうなるか、うん、よし来たぞ力也俺に回ってきた、うん、みんな見とけよ、うん、絶対俺がこの時のバッターっていうのはもうねもうバットに最初からですね打たせてくれてありがとう、うん、って心で叫んでるんですよ。あね、レフトオーバーのね俺がレフトオーバーの打球を打って、うん、ねセカンドランナーのリーキーも、ねうん、帰ってくる、うん、そして俺は二塁ベース上の上でガッツポーズをしてそしてみんなに迎えられて帰ってくる、うん、よし見とけよってね、うんうんうん、ワクワクしながらバッターボックスに立てるんですよ。はあすごいね。これが3番目の挨拶の達人、うんうんうん、こういうのを息子たちにも伝えたんです。うんうんうん、これ大きいな。まあ、これは本当スポーツにもだけとは限らず、うんまあ、仕事だろうが、うん、もう人間力っていうのをつけてほしいっていう思いがあったので、野球のプレーだったり、うん、甲子園に出れるとか夢が叶えられるっていうことで、うんうん、この挨拶の重要性っていうのを教えたんですね、うんうんうん、人から好かれる、うん、強い自分になれる、うんうん、っていうことです。いや本当に野球に限らないですねこれはね、うん、そうだよ、はい、挨拶の達人なかなかできそうでできない、うん、ですよね。そうですね。確かに心の筋肉っていうのも分かる。はい、うんまあ、これが、ついていけばです。これでも習慣になっていきますので、うんうんうん、習慣にだから中学生になっても高校になっても大人になっても今でも彼らは挨拶の達人を今実践中なんですね。うーん素晴らしい、はい、なるんです、うん、ですね、はい、
まだまだね、はい、聞きたいけど、もう時間がね、うん、あのじゃ あ, あのあと第40分ぐらい延長したらしたいしたい。あと4か条と5か条はまた次回にってことで、そうですね、いや楽しみにね、取っておきましょう。いやここまでやっぱりただ1か条これですって言うんじゃなくて、その今のは3か条でもそうだけど、うん、それに含まれてるこの深い意味っていうのがね、うん、これがまたあのてるてるさん並みのこの解説で言うから、そうそう、余計分かりやすいんですよね、うんうん、ありがとうございます。さらにこうね、あの深く理解できるっていうこともあるんで、うん、だからこのあと残り 1,2 分で4か条5か条は絶対話せないと思うん で、 そうです、ね、4か条5か条またさらに、はい、あの深掘りして、ね、30分ぐらいで話してもらいますんで、逆に、はい、あの次回またお楽しみしてください、はい、10月のね第2火曜日ですから、そうです、ね、はい、はい、よろしくお願いします。あ、すいません、今日はじゃあちょっと、高松マリーさんもありがとうございます。高松マリーさんどうもこんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、そうですよね、黄金の5か条のあと4か条5か条、うん、これもね、楽しみにまたしたいと思いますんで、はい、では今の、4人の兄弟さんは、はい、もう本当にね、今実践されてるということで、うん、はいはい、また明日のね、てっぺい君の、ね、楽しみですね、楽しみにしてます、ありがとうございます、はい、すいません、もう今日急に終わります、ね、ごめんなさい、はい、どうも、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、夕日です。